Hello everyone, welcome back to Trails to Azure. Last time... Oh god, it was raining! And it was like, no, we don't like the rain. And two of the bracers went missing. We were like, oh, we gotta see what's going on. So we came to this blue marshland, and Yin was here, and we were like, oh, let's all team up, and then we're gonna go fight the Steel Maiden and get our asses kicked. Wah! Yep, there they are. Disrespectfully decline. ごつい鎧を着ているが、女の子だ。し、し、
You know what? You're a cat? I was not expecting that. I was expecting like a gator or a snake. All right, the poison breath. To space and mirage, but immune to all other things. Why me? いけるか?
Could you stop that? Wrong one. Could you please stop that, sir? Very annoying, you know that, sir? Banda, huh?
for the sea protection myself. Alright, that wasn't too bad. なかなかといったところかな。その魔道場とやらも財団の連中が作ったにしてはそこそこ完成度も高そうだ。てめえら、ウロボロス、そろそろ答えてもらおう。クロスベルの地で何をしようとしている。まさかとは思うが、グノーシスを新たに製造したのもあんたたちじゃないだろうな。 魔人化しちゃった不良のリーダー君か。僕も見物させてもらったけど、なかなかの弾けっぷりだったよね。<笑>もう少し突き抜けたら結社に迎えてもいいんだけど。はぐらかすな。質問に答えてもらおう。<笑>君たちがそう思うのは無理もないとは思うが、私たちはあくまで計画の進行度を確かめに来ただけさ。 血葉脈の活性化の度合いと約束の日のタイミングをね。約束の日、どこまで思わせぶりなんだっつうの。<笑>もはや言葉を尽くして、ここから先は力を持って口を開いてもらうことにしよう。いい、そうするしか方法はないみたいですね。いや、 さすがに僕じゃ君たち全員の相手は無理か。ここはあなたにお任せしちゃっていいかな。仕方ありませんね。やり、中世の騎士が使っていたランスみたいだけど。 そんな骨董品を持ち出してどうしようってんだ。問答は無用。互いに獲物を取ったからには全力をもって当たるがいい。さもなくば命はないぞ。あっ、来る。そんな、ちょ、超高座の月を。 ほう、鋼の聖者の槍をしのげる人間がいるとはね。<笑>東方陣内の魔人なんて呼ばれるだけはあるみたいだね。なかなかの反応です。ですが先代と比べると未だ迷いがあるようですね。 Dun 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 dun! Rixia Mao is yin! This is
素晴らしい腕前のようですね。筋は結構あなたのように人の息を超えるまでは到底至っていない。特にその槍の前では一文すら引かざるを得ない。それが見抜けるだけでも大したものです。アリオさん、よもやこのまま見逃すのか。まさかだが状況はこちらが不利だ。 どうやらこのお姉さんたちもただ者じゃなさそうだ。よ、ここで殴る必要はない。承知しました。マスターの仰せのように潮時みたいだね。計画の進行度と 血葉脈の状態も確認できた。<笑>そろそろ私も視野に戻るとしよう。さすがにこのまま見逃すわけにはいかん。一つ忠告しておきましょう。蛍の計画において我らはあくまで脇役に過ぎません。<笑>じきに獣たちが跳ねて、この地に混乱が招かれるでしょう。されど 目の前で起きる悲劇にとらわれすぎぬよう。<笑>それではごきげんよう。<笑>またの再会を楽しみにしててくれたまえ。<笑>ウロボロス、とんでもない連中だな。 Well then. バルドのことというアクムの類だとは思うけどね。だが紛れもなく現実だ。アリオさん、結社の連中は予想以上の手がかりを残してくれた。この場所の意味、そして直に放たれる獣たち、呆然としている暇はなさそうだ。 Well, ain't that a nice surprise? That's not good. The Crimson Constellation's gone. お前たちは急いで町に戻れ。
俺たちはこの場所を調べてから戻るとしよう。あ、すみません。そうしていただけると。すまねえな。こういう時はお互い様さ。それに、リンとエオリアとてすぐには動かせないだろう。赤い星座が動いたとすれば、ヘイユへの動きもあるはずだ。俺たちもすぐに戻るんだ。くれぐれも気をつけるといい。はい。それでは失礼します。あの格好の時には気配を変えていたみたいだね。ひょっとしたら体型なんかも変化させていたのかもしれない。そんなことって普通じゃない人間に最近何人も会ってるよね。どうやら私の感能力に欺かれていたようですが、ロイドさんは思ったほどには驚いていませんでしたね。ああそうだ、ちょっと前にリーシャと話す機会があったんだけど、小さい頃からそのために生きてきました。日の遠くなるような昔から祖先に受け継いできた土地、今となっては何のために歩んでるのかわからない土地。まさかとは思ったから、それ以上は考えなかったけど、どこか彼女が陰である可能性を捨ててはいなかったみたいだ。そんなことは考えてみれば、ただの素人がアルカンシェルの準主役に抜擢されるわけがねえんだよ。ああ、あのイリアさんが強引に誘って特訓したそうだから。しかも、リンが現れた時期とリーシャがクロスベルに来た時期もちょうど一致するみたいだし。ヒーユーのチャオさんあたりは正体を知っているんでしょうか。まあ、彼女の立場なら秘密にしているのも普通だろうね。下手に素性なんか知られたらいいように使われるだけだろうし。そういう意味ではあまり正体に振り回らない方がいいかもしれないけど。ああ課長はともかくしばらく様子を見てみよう。それに今はヘイユーより赤い星座の方が優先だ。ああこのタイミングでおじきたちが姿を消すとしたら、準備をした上での行動だ。一気に動き始めた。そうか、ソーニャ司令の方にも連絡する必要がありそうですね。 Well, ain't this all sticky wicked? したか。ふう、ようやくの到着ですか。すみません、少し立て込んでいまして。状況について教えてくれるか。伝えた通り、この建物にはもう誰も残っていない。およそ100名近くのメンバーが出入りしていたと思われる。全員ジオフロントを経由して行方をくらませたようだ。ジオフロントを経由して、ですがそんな道はなかったはずでは。どうやら爆破工作で強引にぶち抜いたようです。ジオフロント B 区画の仮想に出る抜け道が発見されました。そんなことを。やれやれ、とんでもない連中だね。それだけではない。旧ルバーチェの密輸用倉庫の大部分が改造されていた。重火器を扱うための本格的な訓練整備施設としてなっている。あ、おじきどもだったらそのくらいは平気でやる。いつでも実戦に臨めるよう常に感覚を研ぎ澄ませておきたい戦闘機をばかり。なるほど。オルランド、連中の狙いは兵友。さすがにわからない。兵友が狙いなら、こんな風に姿を消したりはしない。
駅や空港も連中なら苦もなく占拠できんだ。もうとんでもないことをしてたさ。ということは、まさかオルキスターを占拠するつもりとか。そいつはありそうだが、だが連中の好みからはやはり離れているかもしれない。へえ、好みっていうと？傭兵が本領を発揮できるとしたら野戦を発揮する。つまり正規軍を翻弄できるような入り組んだ地形の戦闘に行っても、それこそ市街地全般や起伏の多い山岳地帯。あ、確かに車両の動きも制限されますし。だとすれば捜査一課ダドリーだ。ああ課長、どうもお疲れ様です。なんですって。 Oh dear。なんだこのタイミングで。ダドリーさん、一体何が。警備隊からの連絡だ。正体不明の武装集団がマインツ山道方面に出現。パトロール中の部隊が撃破されてしまったらしい。1 hour earlier。いかがしますか。そうだな、ここで頑張られても痛いし、ちょっと遊んでくるよ。フォローはお願い。よう、隊長に続くぞ。さあ、フェスタロスタ、獲物はまだまだ残ってるよ。シャーリーと一緒に目いっぱい楽しんじゃおう。
this. Also, are they still working for Arbonia or for something else? するなら帝国軍情報局です。その可能性は高いと言わざるを得ません。このクロスベルで情報局の将校が赤い星座と頻繁に連絡を取り合っていました。こうなってしまっては帝国政府に泣きついてみるしかないんじゃないでしょうか。もしくは共和国政府に頼んで味方になってもらうとか。いや、すでに昼間の時点で帝国政府には問い合わせている。返事は当然ながら身に覚えがない。そしてこれは私の責任だが、独立提言以来共和国政府にも協力を頼める状況ではなくても。そんな いえ決して。いずれにしてもこのままでは自治州政府としても正式な抗議声明を出すしかないだろう。しかし何はともあれ毎日の住民の安否が気になる。民間の飛行艇に依頼して何とか上空から確認はできました。現時点では略奪などの行為が行われている気配はなさそうです。ですがマインツの住民が人質である状況は変わりません。食料の備蓄も心配ですし、グズグズはしてられませんね。無論だ、すぐに対策を打て。警備隊の被害はどの程度のものだ。人的、物的被害ともに甚大と言わざるを得ません。現在予備戦力のすべてを山道に展開している状況です。そうか、相手は戦闘のプロだ。あくまでミラで雇われている集団だ。交渉次第ではこれ以上の惨事を食い止められる可能性もあるだろう。警察の職務は市民の不安を抑えてもらうと同時に。了解しました。直ちにギルドとも連絡を取って手を尽くしてみますか。I'm surprised not having us go after them right now. なったら先に始めてるって言ってた。せっかくキーボーが用意してくれたし、俺たちだけでも先にいただいていこうぜ。でもランディさん、鍋のことはともかく、ラッコを言う時だからこそ俺たちを頼ってくれたら。もちろん頼ってるっての。前にも言ったが、おじきたちとの縁は切れている。今さらフルスが何をしたところでそこまで答えるってことはねえさ。それよりも今は飯を食って休めるうちに休んで明日に備えるのが先決だろ。それはそうですね。お腹が空いては戦はできないって言って。ランディにそういう助けはいつも助けられているわね。ですね。まあ今日は湖の方でもとんでもない連中と出くわしたし、早めに食事を済ませて休んだ方が明日のためになるかもしれないね。そうだな。よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから肉、魚、野菜たくさん食べて早めに休んで。おう、いただきます。キーヤちゃん、あとは私たちに任せてお腹いっぱい食べてね。うん、ファイトはお肉とお魚を後で冷ましてあげます。ラララ、うん、
drunk wandering home. What you doing, Randy? You can't leave, Randy. You're my strong man, Randy. Randy. Iku no kai? Omae ka. なんでこんな夜更けに起きてやがるんだっつうの。行きつけのバーにちょっと引っ掛けに行ってくれ。まあ僕はこういう性格だし、さすがにみんな怒るんじゃない。だがこいつは俺の問題だ。時期足上げましてやロイドたちを巻き込んでいいんだ。俺自身の距離をつける。まあいいけど、君といい、バルドといい、男ってのはバカばっかりだよね。どうしてそんな不器用にしか生きられないんだね。ほっとけ。なんか聞きたいと思って、本当にこっち何を言ってるのかさっぱりわからないね。君のもう一つの推測については当たってるとは思うけど、昔何度かやり合った連中と似てないような感じが、あの娘と初対面とか不利だ。そうなるかな。黙ってくれていたお礼に、明日の朝しらばっくれた犬が好きなように暴れてくるといい。ああ。彼が抜けるとちょっと戦力が不安かな。場合によったらアッパスにフォローに回ってもらうか。 God damn it, Randy, and your machoism. くそ。蹴りをつける。じゃあ、そんな、こんな書き置きだけ残して。すっかり昨日の言葉に騙されたな。くそ、エニグマまで置いていくなんて。ランディ、ダメです。周辺の人たちも全然見かけていないみたい。多分人通りのない深夜に出て行っちゃったんだろうね。でも一体どこに。蹴りをつけてくるということはマインズ方面でしょうか。ああ、その可能性が高いだろう。それなら山道に展開している警備隊からも連絡が。そいつは望み薄だな。課長、ったく、いつも散らかしてるくせに妙に小綺麗にしていけやがって。警備隊にも問い合わせたが、奴の姿は確認されてないぞ。多分マインツに向かうにしても真っ当なルートは使わねえだろう。あれでも百戦錬磨の元行兵、正規軍の目をくらますことはいくらでもできるはずだ。それは少しは私たちのことを頼ってくれていると思ったのに。まあしばらく様子を見るしかないかもしれないね。山岳地での軍事行動ほど傭兵の得意分野はないだろうし、追いかけようにも手がかりすら見つからないんじゃないかな。いや、多分ランディの夜の一部はひょっとしたらまだクロスベル市にいる可能性すらあるかもしれない。え、どうしてわかるんですか。簡単なことさ。もしランディが本気で赤い星座の武装活動を何とかしよう、今のあいつの獲物スタンハルバードだけで。
どう考えても無理がありますね。ってことは、奴が両兵時代に使っていた何らかの武装、それを調達するのが先ってわけだ。はい。経歴から考えて、それらを市内で調達するのは決して不可能ではありませんし、昔の獲物をどこかに保管していた可能性もあります。なるほど。それじゃあ市内で彼が立ち寄りそうな場所、ルアンディさんの行方を突き止められるかもしれない。確かに調べる価値はありそうです。ああ、そう思ってさ。ワジ、検討外れだと思うか。いや、さすがに予想外だと思ってさ。いいんじゃない、聞いててなるほどと思ったよ。それで彼が立ち寄るとしたら。そうだな、やはり旧市街周辺が交換屋のアシュリーさんが裏で武器も扱ってるし、ギオーム親方なんかも重火器の扱いには詳しそうだ。カジノのドレイクオーナーも何か知ってるかもしれませんね。ランディさん、しょっちゅう遊びに行ってたみたいですし。そうね、それに確かランディがクロスベルに来た時以来の。やつも災難なかった。うまく撒いたつもりがお前らにかかりゃ。確かに。当然です、こんな勝手リーダーとしても許すわけにはいきません。なんとか行き先をつかんで絶対に連れ戻さないと。当たりきしゃりきです。ええ、首に縄をかけても連れて帰りましょう。ランディ、大丈夫なの？ああ、絶対に連れて帰ってくるから。ええ、何も心配いらないわ。キーヤはサイドと一緒にお留守番をしていてください。ライダたちもくれぐれも気をつけてね。さてと、歓楽街のカジノに旧市街の2軒だったかな。ああ、他の場所にも手がかりがあるかもしれないけど、とりあえず市街に出ている暇はなさそうだ。幸い今朝は新たな支援要請が来てなかったみたいですし、多分昨日の事件の影響で警備隊もかなりの被害を受けたみたいだし。ごめんなさい、あなたの立場からしたら人事じゃないのよ。いえ、そうした危険も私たちの職人ですから。それに今はあくまで行きましょう、ランディ先輩を捕まえに。ああ。 But just a double check, I mean, I don't want to say you're lying to me guys, butFair enough. Got an easy cut.We must get Heaven's Eye. You've Eagle Eye and information. Fair enough. Okay, let's. Okay, so it's enemies on the mini-map. Ooh, do we have an eagle's eye? Yeah, so I can just put... Right.
間違いないだろう。ギヨームさん、情報あり？ああ、事情は知らんが、随分と思い詰めた顔をしてやがった。仲間のお前たちができる限り力になってやんな。はい、了解です。 さすがというか、早速たどり着いたかい？ということは、やはりランディはこっち。ああ、昨日の夜に連絡があって、あんたらが訪ねてきたら、しらを切ってほしいと頼まれたが。<笑>確かに。それで、結局ランディは、やはり、動力式のライフルとか。いや、そんな真っ当な代物じゃなかったね。炸裂弾やら鉄砲弾。 グレネード弾なんかはもちろん、火薬を使った旧式の弾薬まで店にあった在庫を洗いざらい買い占めていった。ダーン、ランディ。それと闇に流れていた無登録のエニグマ2だね。なるほど、さすがに用意周到だな。ええ、無登録の任務まではこちらの番号がわかりませんし。でも銃火器の本体は購入していかなかったんですか？ ああ、うちのそれなりに強力な動力式火薬式のライフルを扱っているつもりだったが、赤い星座の次期団長にはお気に召さなかったようだね。アシュリーさん、ご存知だったんですか。当たり前だろ。どうやら古巣に一泡吹かせるつもりみたいだが、オーガロッソとブラッディ・シャーリーといえば正真正銘の化け物だね。 半端な元両兵ごときじゃ間違いなく返り討ちだろうね。させません。そうさせないために。<笑>さっきからずっとこの調子でね、挑発しても無駄みたいだよ。やれやれ、そうみたいだね。まあ、あの若造がくたばろうが、あとお得意様が減ってもつまらない。はい、情報ありがとうございました。 So he had parts for a heavy-duty rifle, bought the ammo for the heavy-duty rifle, but didn't buy the rifle from there. What about you, casino man? Well, like, the owner tends the bar, right? これは皆さん、もしやランディの件でいらっしゃったんですか？はい、やはり彼はこちらに。 夜中の3時くらいに店にふらりと現れまして、しばらく、ここで飲んでから帰っていきましたが。どうやら真っ先にこちらを訪れたみたいですね。それで、その後どこかに行くとか。やはり支援課には戻らなかったみたいですね。いえ、どこに行くとは特に言っていませんでした。ただ、飲んでいる最中、いつも以上に減らず口が多くて、 おまけに帰りにはあるものを私から引き取っていったんです。あるものですか？ええ、随分重いトランクで、2年前ランディがこの町に来たばかりの時に預かった。
俺が死んだらジャンク屋あたりにバラして売り払ってくれと言って。そんな、何でそれは確かに遅すぎです。ヤツの経歴については私もある程度は存じています。ですが過去にどんなことがあったのかまでは、それを知ってヤツの力になれるのは。はい。昨夜から今朝にかけてのランディの動きが見えてきたわね。ああ、軽く整理してみよう。いや、もう一度整理してみよう。じゃあ多分この順番だな。 I'm the curve and correct on now。 おそらく最初にドレイクオーナーに預けていたトランクを売っ取ったんだ。そのトランクに入っていたのはランディの両兵時代のもの。多分かなりの攻撃力を誇る。そうしたライフルは分解した状態で持ち運ぶはずです。2年ほど使っていなかったためランディさんは分解されたユニットを修理工房で整備してもらった。間違いないと思う。武装の整備は戦場での戦士を左右するものだから、ランディ先輩なら絶対に綿密にチェックしたはずです。最後に交換屋に行っていろいろと仕入れたみたいだけど、火薬の弾丸も仕入れたってことはかなり特殊なライフルだ。ラインフォルト社の中には動力式と火薬式を切り替えられるラインナップもあるそうだけど、いずれにしても相当特殊で強化されたライフルでしょうね。ああ、赤い星座の両兵たちも見たことのない。よし、これで大体ランディの状況はつかめたけど。最後にランディさんの交換屋を訪れたのは現在10時くらいですから、2時間近くも経っていますので、今から先輩の足に追いつくのは。いや、ランディだっていくらたくても赤い星座に仕掛けるならさすがに仮眠くらいは取るだろう。その上で地形の利を生かして一気に仕掛けて蹴りをつける。まあ、玉砕覚悟で特攻するつもりじゃなければ。いずれにしても、もうそんなに余裕がないわ。ああ、こうなったらダメ元で。まさか。ランディさんから。あ、はいはい。特務支援課、ロイド・バニックスです。いや、ロイド。サオ？どうやら別の誰かと勘違いさせてしまったようですね。その声はどうしてこの番号が。言ったでしょ、ロイドさんたちのファンだと。大好きだったね。お暇でしたらぜひ屋上までいらしてください。ロイドさん、今の通信は一体誰だったの。ヘイニーはザオだ。中央広場のデパートの屋上で待っているらしい。こんな時に一体何のつもりだい。わからない。ただあの男が意味もなく連絡してくるとも思えない。参道に出る前に夜だけ寄ってみよう。わかったわ。とにかく急ぎましょう。 I just want to double check something. I just want to double check something.Here.
急いで来ていただいたようで。ザオさん、一人で大丈夫なんですか？ラウさんでしたか。いつもいる護衛の方は？少々忙しくなったので、いろいろと手配してもらっています。それにあの物騒な方々が町からいなくなりましたからね。こうして私も大手を振って青空の下を歩けるというわけです。相変わらずうさんくさいです。平湯へ切っての若手幹部に青空は似合わないと思うけどね。それは確かに。お互い時間もないことですし、本題に入らせていた。実は昨夜インドのから突然連絡がありましたね。我々との長期契約を打ち切ると伝えてきたのですよ。いや、さすがに驚きましてね。なんとか引き止めようとしたんですが、相当固くなるんですね。ほとほと困り果てていたんですよ。そうですか。それが私たちに。昨日、エルム湖南岸で、一体何があったんですか？ひょっとして。僕たちが一緒だったのは、すでに掴んでいるみたいだね。そして遊撃士協会と、一体インドに何が起きたというのですか？あなたに話すことはないと思います。ということは、いや、ダメだエリー、尋常な相手じゃない。下手に喋ると情報を。やれやれ、なかなか悪辣だね。やはりインドのは女性でしたか。おそらく超人的な内向で、きっと体型を変化させていたといったところでしょう。それだけの身体能力があれば、ステージでの活躍。いや、どうも気になったので、前にアルカンシェル関係者のスケジュールを調べたんです。するとインドのがこちらの仕事を断るタイミングが、いやはや皆さんのおかげ。彼女はどうするつもりなんですか？今のところ特に。まあ、正体を知ったのが私だけなら、脅しという手も考えられたんです。ギルド関係者もいた以上、ここで皆さんの口を封じるわけにもいきませんし。冗談きついね。話がそれだけなら、急いでいるので失礼しますよ。まあ、そう言わずに、今の情報のお礼に、耳寄りの話を提供して。ランディさんですが、3時間ほど。本当ですか？赤い星座の動向については専門の監視班を持っていましてね。その監視班からの連絡。なるほど。それでその地点というのは？現在クロスベル警備隊が防衛線を敷いている滝の手前、その付近にある高台からザイルで崖下に降りたとのことです。その先は気づかれそうだったので追跡を諦めたそうです。ロイド。ああ、この上もない情報だ、サオさん。情報。あなた方が頑張れば、こちらの輪もなりますし、まあ、ランディさんとなども、死なないように気をつけてください。強いですよ、彼は。わかりました。よし、エリグマで課長に連絡して、すぐにマインスサンドへ出よう。はい、了解です。なんとか追いつかないと。あんな青臭さもたまには悪くはありませんね。さてと、ここが正面場ですか。どうやらこちらに全力を出す必要がありそうです。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。滝の手前の高台、
そこか。サオちゃんの情報通りみたいです。行ってみましょう。えい、いや、セット。セット。えい、と、やっ。やっぱりこの場所から崖の下に降りたみたいだね。しかし、一体何があるのかな。ザイルは岩場の狭間に降りているみたいですけど。とにかく俺たちも降りてみるしかないだろう。よし、みんな準備はいいか。 OK です。こちらも問題ありません。同じく。行きましょう。ランディを捕まえないと。よし、みんな注意してザイルを降りていってくれ。The old man。 この場所はどうやら大昔の行動に通じている縦穴みたいね。もしかしたら前に閉じ込められた。地図の位置を見る限り、もし急降山まで行ければ両兵の防衛ラインの反対側に出ることが軽い。彼が奇襲を仕掛けるとしたら絶好のポイントかもしれないね。アクセス。すでにランディさんはこの先を通過していると思います。ですがそれほど複雑な行動ではなさそう。あまり迷うことなく進んでいけるのではないかと。そうか、よし、なんとかランディに追いつこう。ええ、了解です。アロンジ。アロンジ。やっ、や。 But do you have tasty tasty XP for me to slurp? Oh, looks like you have tasty tasty XP for me to slurp.みんなチャンピオン。はい、任せてくれ。やっ、や。今だ。全火力シュッ。 Oh wait, that was our first of the day. Dang it. 上出来かな。ナイスファイト。Now riled, she swung open her hotel door with more force than she was used to letting out. Perhaps she overdid it. On his side, with a somewhat stern expression, hands behind his back, was Cyril. You had your back turned, you silly bugger.Forget orbital guns, chests have everything you can need. Lock, stock, and barrel. Is that a fucking Nightmare Before Christmas reference? This game. This game hurts my brain sometimes, these chests. God, these bugs are testing me.私の番です。はっ。え。
were we missing that one bug? Watch it in full. I was not ambushed. Took years to perfect my Bell berry juice cocktail recipe. I just knew I could get over the barrier. Alright, before we go in there. Oh, that's a big ant!
デミガンマを起動。アブソリュートセレン。行くぞ。みんな一気に行くぞ。はいはい。さてと。見えた。さあ、これはどうする。He also gets a rush. Good for you, Wasi. You could have done your other thing, Wasi. Why do you hate Lloyd so much? That wasn't too bad. Help us! Our tunnel has been occupied by the Redcon's chest, the Red Chestalation. The strongest sacred core in all of Chester and Samaria. I'm so sorry to hear that, Mr. Chest. There's my chest ports. You fool, don't you know that long range attacks have disadvantage at close quarters? Unless you're using a gun. How dare you?
So this action has to be on one of the active members of the party. We now know this. Good morning, he stammered out a little too loudly to match Guinevere's fire. He clicked himself in an effort to reset the mood between them. Would you like to have breakfast with me? Most feared of the mountain dwellers. I think you guys take magic damage. Wait, are you just... They're just called the murder tortoise. Funny. Oh no, more tortoises. To water the most. But fireworks as well.
turtle soup's on the menu, boys. Story of my life. I was placed here. I had that item put in me. He opened me. And then the chest is history. Funny chest. To wind, fire, and earth. Mobius. Upon closer inspection, you see a chessboard in the chest. You move the white rook to e4. Chessmate. Funny guy. Increases potential of healing items. Activates when using items in battle. HP recovery multiplied by 1.5. Increases item range. Activates when using items in battle. Range plus 3. Can't catch my turtle boy. I would not, she responded flatly. Sire always took care to ask this, even if she rarely agreed to it. He frowned. If you don't mind, I have urgent business of my own to attend while we're here, alone.
Jaeger Cougars. Really? Well, he's no longer a threat. ええ、犬かじゃなくて猫かみたいだったけど、やっぱり赤い星座が多分医療兵団が軍用魔獣を刺激するのはさすがにマフィアの軍用犬とは格が違うみたいだったけどね。ええ、生意気にもハサミ打ちにして気がしたし、でもあのミンスという男が今のを使っていたとも。 Hey, for recognizing the side quests. Hey, it's the other side of the gate. Or maybe it has. You know, I always thought it weird how they had a healing station right at the front of a dungeon. But now it all makes sense. Oh, one, two, here we go! すごい。圧倒的に。とんでもないです。あれがランディ先輩に。
本当の振動能力。やれやれ、こりゃ火星は必要なかったかな。いや、ちょっとヤバそうだ。何？絶好調だね、ランディーニ。シャーリーか。やっぱりランディーニはそうじゃなくちゃ。シャーリーの好みとは違うけど、かっこいいよ。むかせい。てめえみたいな人食いたらなんすか。お断りだっつ。釣れないな。でもせっかくだから、もう少し楽しませてもらうよ。でもやっぱブランクだよね。そろそろ限界なんじゃない。テツダイさん、完全に使いこなしやがったか。ランディーニーに教わってた頃のシャーリーじゃないんだってば。わかんないかな、そこんとこ。いっちゃえ。今のランニングくらいじゃ、まあいっか。とっておく。ランニングはしばらくパパのところでリハビリすればいいの。顔を取り戻せばすぐに闘神の座を告げるからさ。でも今回のところは腕一本くらいはもらっておこうかな。ランディ！おっと！あはは、やるね！それじゃあサクッと口直しでも。うわー！なんだ？お兄さん、見かけによらず思い切りがいいじゃない。シャーリーみたいな小娘にえげつない連携攻撃なんてね。手加減できる相手じゃないのは。君には危険度 S の手配魔獣に対処するノリで当たらせてもらう。正解。ダメだ、離れろ。いくらお前のトーパーでも。まあ当然そうだよね。はっ。やれやれ、今ので転ばせられないのか。隊長、シャーリー様。シャーリーと遊びたいなら少しだけ相手をしてあげるよ。ちょっとは楽しませてよね。来るぞ。全力で迎撃します。がっかりさせないでよね。絶対に負けられない。お返しだよ。よし、みんな一気に行くぞ。All right, time to cause some damage. Not bad, not bad.
Death Parade? Nice job, everyone. This is He's a bit of a rascal. Hey.
ランディ。大丈夫ですか？ロイ、改めて聞いてくれ。何のつもりだ？ランディ？ランディさん。分かってんのか？戦場に足を踏み入れたんだぞ。殺し合いのプロでもないお前らも。お嬢や強助にも言いたいこと。おい、やばい、危険は分かってる。なんで止めなかったんだか。俺はリーダーだろうが。直情的に動いて仲間を危険にさらしてどうする。ふざけるな。ライダー、リーダーさん。仲間を危険にさらせないからここまで来たんだろうが。じゃあななんて、あんな紙切れ一つで俺たちが納得できるなんて。くっ、やっぱり俺はそもそもお前らと一緒にいるべきじゃないか。ランディの過去も罪悪感もランディ自身のものだ。多分それはランディが自分の中で、その結果確かに自分のことが許せなくなることもあるかもしれない。だけど他の誰かがランディを許さなくても、たとえランディ自身が、俺たちだけはランディのことを許すよ。お互い許し、認め合うことが仲間というものだから。前に皆さんが私の過去を受け入れてくれたように、私もランディさんの過去や仲間の性格やだらしないところを許します。私も許します。同じ軍人として避けては通れない問題ですし。やれやれ、こういうのは僕のキャラじゃないんだけど、そもそも人は生きてるだけで何らかの罪を背負ってる存在。こう言っちゃなんだけど、エイドスの前じゃ、俺たちは過去には生きられないし、まだ見ぬ明日にも生きられない。今日という日も、今という瞬間も、そして今この瞬間、もしランディがそれを少しでも嬉しく思ってくれているのなら、どうかランディを許す俺たちを。さらされなきゃならないんだ。周知プレイだっつうの。まあかつて私も通らされた道ですし、前にあなたが言ったように支援家を選んでしまった時点でみんな誰かさんの被害者ということでしょ。いや、だからなんで俺が。でも説得力はありそうですね。さすがの僕も天然ジゴロにはかなわないな。お
これは人殺しで、ろくでなしの反対派だ。生き上がったところで、化け物みたいな小娘相手には、遅れを取っちまう程度でしょ。こんな風に。それでも、構わねえか。ああ。ええ、もちろん。どんどこいです。これからも、よろしくお願いします。雨降ってなんとやらかな。マジ、黙ってるって約束だったのに、ペラペラ喋るな。やだな、誤解だよ。ちゃんと黙っていたのに、ドロイドたちが勝手に君の行方を調べ始めてさ。ちょっとワジ君、君、ランディ先輩が出て行ったこと。ワジ、お前な。ワジさん。Tisk ワジ。僕だって行き先までは聞いてなかったんでしょ。やれやれ、これは僕が悪者って落ちかい。まったくもう、たまにはワジさんも反省すべきではないかよっしゃ、なんとか俺も動けるみたいだ。おそまきながらミレイユたちの様子を見に行ってみます。そうだな、赤石さんなんとか接待してくれるかな。どうやら赤い星座も一通り撤退したみたいで、略奪をした形跡も特にないみたいだし。そうですか。よかった、不幸中の幸いですね。もともと必要がなければ無用な略奪はしない連中だ。逆に必要だったらどんなことでもやってみる。ランディ先輩、大丈夫？ずいぶん無茶をしたって聞いたけど。いや、どうってことねえさ。せっかく封印解いたライフルはしばらく使い物にならないのか。あのすごいチェーンソーにガリガリやられちゃってたしね。しかしシャーリーさんのチェーンソーライフルと赤い星座の両兵というのはとんでもない装備を持っていますね。まあ専門の武器工房にわざわざ依頼してるんだが、まあギオームの親方だったらなんとか修理できるんだろう。ああ、そうするといい。町に戻ったら早速寄ってみましょうか。でもよかった、またライフルを使えるようになったのね。おそまきながらだがな。いや、お前さんにも随分心配をかけちまったな。そうよ、最初からライフルを使えていれば今も警備隊に在籍したままで。違うんですからね、そのこのチャランポランな男。ゼロ一方面隊ミレイユです。あ、ご苦労様。何ですって。どうしたんですか。撤退した両兵たちが突如消えてしまったらしい。トンネル道の分かれ道から遺跡方面へ抜けたみたいだけど、月の装備、その遺跡に逃げ込んだのではなく、いや、遺跡前の封鎖を突破した形跡はなかったそうだ。一体どこに。あの辺りは切り立った崖ばかりですし、他に撤退できる場所なんて。うん、あのシャーリーって子に。おかしいとは思ったんだ。マインツ方面にいた連中だが、どう考えても数が少なすぎる。何？クロスベルに来ていたのは100人前後の王女。マインツ方面にいたのはせいぜい20人。クロスベル氏が燃えているのか。
God damn, Sigmund. That must be Sully doing her thing. Good for her. Chapter 4, Crossbell's Fate.
完了してねえだろうな。それより気を抜くな。いつシャッターが破られてもおかしくねえんだぞ。大丈夫ですよ。警備隊が暴れた時だって破られなかったくらいですから。だから僕らも早く避難を。全職員、地下の機密区画に避難完了しました。皆さんも早く来てください。おお、ご苦労さん。助かった。しまった。急いで近い。くそー。お姉ちゃん。回収したのバカな。ならば対空レーダー網が反応しているはずだ。レーダーに気づかれずに自治州を行き来するなど。まさかリベールの異変で結社が使ったという。ステルス機能、それを搭載した飛行艇が使われているのかもしれない。だが今は確かめている暇はない。そのようだ。この先も俺が強くなり続けるためにハ悪くないアドバイスだぜ。しておけ。わあ、でっけえな。なんだあれは。お前たちは周辺の鎮火に当たれ。わかった。ジンゴ、あんたはこの辺りの連中を避難させな。うん。ハゲ坊主、武器商人か。お前らも俺に力を見せてくれんのか。望みとあらば。マジの許可は得ているし、存分に相手させてもらおう。やれやれ、直接ドンパチはスタイルじゃないんだが、うちの店の近くで好き勝手やったおとしまいは上等だ。このバルドバレスの力、骨の髄までたっぷりと味わってもらおうか。
ここは死守する。建物には近づけるな。結構なことだ。特別サービスだ。この首を取るチャンスをやろう。全員でかかってくるがいい。我らを愚弄するか。よせ、そいつは。その程度だ。してやってもいいが、用があるのは貴様のボスでな。全員で仕留めろ。ややれやれ、もう少し静かに訪問していただきたいところですが。この後も少々立て込んでいるんだな。しかし白蘭竜、さすがと言っておいてな。この社員の姿、俺たちの襲撃を読んでいた。あなた方のような戦争好きと正面からぶつかるほど。にもかかわらず逃げもせずに待っていたとは、このオーガの相手をしてくれるということだ。それこそまさか、あなた相手ではインドのですら分が悪いと言わざるを得ません。少々確認したいことがあって。はあ、確認したいこと。何、あなた方の今の契約者は一体何者なんですか？やはり貴様はなかなか見込みがあるようだ。逃がしたシグムント様。ザオの部下は？申し訳ありません、手傷は負わせましたが。逃げられた。まあいい、せいぜい闇に潜んで牙を研いでおくがいい。よし、仕上げに入るぞ。ここを爆破しない。IBC ビルに向かう。やっ！ Ah, damn. This ain't looking too good.大丈夫そうだね。わかりました。これより公安区に向かいます。ああ、くれぐれも気をつけろ。IBC ビル。
ミラ目当てってことかわからないけど、とにかく急いだ方が良さそうだ。本当は襲撃されたっていう警察本部も気になるけど。はい、でもとにかく急ぎましょう。 IBC ビルにも皆さんの知り合いがいましたよね。そうね、ベルがいる可能性が高いわ。4号の主任は祭壇の事務所にいると思います。とりあえず港湾区に着いたところで車は止めた方がいい。下手に車で近づいたらパンツァーファウストをぶっ放されるかもしれない。その危険もあるのか。了解しました。港湾区の入り口まで。 Shortly after the SSS paralyzed the siege of armored cars heading for the administrative district. They then made their way to the Harbor District via East Street, taking care to avoid the skirmishes that had broken out in the city. サオたちが簡単にやられたとも思えないけど。時間がねえ。とにかく。This required member。Not the noodle stand。連中が乱入してビルから出ていけと。特殊合金製のゲートもあっという間に破壊された。赤い星座、危険度 S とは聞いていたが。あんたら夜は主任無事でしたか。はあ、なんとか。 いきなり銃を突きつけられちゃったけど。流れてる情報よりもはるかにやべえ連中じゃんか。しかもあの赤毛のおっさん、連中のボスじゃねえのか。ボスってオーガロッソか。ああ、化け物みてえなおっさんだよ。ベルは、ベルは脱出していないの。お嬢様でしたらちょうどミシュラムの方へ。なおは逃れているはずですわ。さあ、どうやら余計な民間人は一体何をするつもりなんでしょうか。ろくでもねえ予感がしよう。とにかく行ってみようぜ。ああ、東通りは比較的安全です。そちらに向かってギルドを頼ってください。わかった。皆さん誘導しますから我々についてきて。If you're ahead, you have items. Now we're all pretty much full health. Oh, it's just you, is it, Sigmund? したのに、あんたの娘に壊される。だが、あれがなくったってあんたは俺のここで止める。
赤騎士の身でも刀身の息子でもなく特務支援官のランディ・ウォルランドとして。ランディ、ランディさん。ふん、抗うことに決めた。ならばその言葉の重みに釣り合うだけの証を見せてみる。ウーダロス、シグムントを退けてな。なんて動機。本当に人間かい。貴様らが届けばここで引いてやってもいい。だがこちらもビジネスでな。制限時間は用意させてもらうぞ。わからねえな。全力でやるしかねえ。どこまで持つかな。絶対に負けられない。そこだ。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。私の番ね。世話が焼けるな。はっ、任せてくれ。みんな一気に行くぞ。あたしの番ですね。やあ、任せろ。See, I don't know if this is supposed to lose or what. Okay, apparently it was. まあ、こんなところか。響きながらも食い下がった根性は褒めてやる。この化け物親父が。
クロスベルの象徴もああなっちゃう。しかし赤い星座か、うちの強化両兵程度じゃ太刀打ちできなさそうだね。さすがにこういうのはあなたの流儀に関するのかな。そうですね。ですが本来戦とは非常なるもの、あの者たちはあの者たちの流儀で戦場に臨んでいるだけでしょう。なるほど。ああ博士、いきなりどうしたのさ。え、一機目が完成しそうだって。はいはい、わかったよ。手伝いに戻ればいいんだね。というわけで僕もしばらく失礼させてもらうよ。約束の日までに見届け。ええ、構いません。この地を巡る運命、しかと見届けさせてもらいましょう。Hey, where'd the bell go? Wasn't there always a bell there? Minasan, ochitsuide. Ima haita rendaku ni yoruto, nazo no gusou shudan ga tettai o kaishi shita sou desu. Anzen ga kakunin sare shidai, chanto uchi ni modoremasu yo. Sou nano? Oh, eii desu yo. Gokago ni kansha shimasu. Kacho...もう大丈夫なの？ああ、ひとまずはな、ルイドたちのやつ。うん、大丈夫、ルイドたちなら平気だよ。ん、ああ、そうだな。なんだかんだ言って、やつらも成長しているからな。ひょっとしたら、かつてのせ…はい、こちら支援…おう、ラドリーか。に？両兵どもの飛行艇だと。Planning, Kia. As evening followed the setting sun, we here at the CNS heard the alarming sound of gunfire. Jaegers were raiding Crossbell City. Fires raged, officers held captive, and now that dawn's arrived, we'll do our best to report all that transpired in order to shed light on the wounds of our great city has suffered. The large bell that stood in the central square, a symbol of Crossbell itself, was stolen by the raiders. The motives for doing so are unknown. They stormed a theater during the showing of the revival show, with reckless abandon, injuring many. Amidst the turmoil, the city's grand chandelier was cut down, pinning Ilia Plater. Beneath it, the actress was rushed to St. Ursula in critical condition for emergency surgery. A giant demon appeared in downtown, destroyed several buildings. He also attacked CPD headquarters, destroyed IBC. They repelled from the tower. His dawn broke over the horizon, and his vanished to cause no sway. Though the protruders are gone, the wounds they inflicted remain. Crossbell has suffered because of a militant force who performed the acts of wanton violence with no clear motive or objective. We here across the new station cannot help but feel intense anger at this irrational chain of events. We'd like to take a moment to honor the brave CFG and CPD members who gave their lives in defense of our state. Our deepest sympathies go to the injured, those who otherwise experienced a loss. To thank everyone involved in bringing the conflict to a close, when fending off the raiders was beyond their abilities, there were those who, without hesitation, helped to evacuate their fellow citizens, even as their homes burned around them. These brave heroes deserve the highest praise we can bestow upon them. Though Crossbell has emerged battered and bruised, we believe we will recover to all Crossbellans and our closest neighbors. Beg you, please pray that peace returns to our lands. After 1 week,
prompted, raising tensions in surrounding nations. In response, Mirabelle, as far as I can see, I'll quickly restored all customer data to which have been backed up on terminals in Orcus Tower. Successfully, despite the concerns of foreign leaders, and international unrest gradually began to subside. Scars left by Aegir still remained in the shaken hearts of Crossbell's people. News that Ida Plater had been gravely injured in the attack came as a great shock both in and out of state. The destruction of CBD headquarters and unknown whereabouts of their constellation left the city gripped with indescribable anxiety. Rumors that the Erebonia had been the ones that ordered the Red Constellation's attack on Crossbell began to spread. It was now 3 days from being held. But Noelle, you have so much good stuff on you. いいですね。なかなかのところです。それなら僕の馴染みのホストクラブでも行くかい？綺麗どころを集めて豪勢な送別会の準備するけど。<笑>え？お？ありかもしれねえな。俺としては綺麗な姉ちゃんのいる店の方が嬉しいな。 Monster has been sighted on Nox Forest Road. Please deal with it. There have been several strange black monsters near the ancient battlefield on the eastern part of the state. Please take care of it.
My father, whom I separated from, posted me at the restaurant on East Street for the full story. The business owners association is holding a charity drive for spirits in the wake of the recent attack on the city. However, our main event in Egypt is being cancelled. We'd like to ask your assistance to make sure this happens. At the Civic Center, we'll be waiting for you there. Our efforts to rebuild the downtown district are running into difficulties. We ask that you come by and assist. Should you have the time, come to the factory for more details. ボチボチ進めてみるぜ。はい。なあ、みんな、仕事の合間でいいから、ウルスラ病院に行かないか？うん、そうね。リードはここ1週間ほど忙しすぎて様子を見に行けなかったし。賛成だぜ。フランちゃんが目を覚ましたんなら、ぜひともお見舞いしねえとな。でも、確かに端末で、あの賑やかな声が聞けないのは。はい。せめて声だけでも聞きたいです。ノエ、遠慮しないでくれ。俺たちにとっても Alright, so I think what we're gonna do is poor wallet. Can I get that better exchange rate? Thank you.
damn it, Toa. Or Tio. Well, buy you and Ozzy stuff when we come back. Speaking of which, that'll be where we're ending it for today. Thank you for stopping by on this part of our Trails to Azure adventure. I'll see you Sunday for more Azure. Good day and goodbye.